三重県警察学校は三重県が設置する警察学校。三重県辻高茶屋4丁目36番9号にある。学校長は軽視。高知内に三重県警察機動隊を置く。三重県警察の新任の警察官は大卒であれば6ヶ月、高卒であれば10ヶ月、この学校にて初任科研修を受ける。校訓は強く、正しく、温かく。 警察官 A 採用者は6ヶ月間、警察官 B 採用者は10ヶ月間、警察学校で学ぶ。授業は、職務倫理や国語などの一般教養、憲法や警察行政法、民法、刑法、刑事訴訟法などの法学、生活安全警察、地域警察、刑事警察、警備警察などの警察実務、剣道や柔道、逮捕術や拳銃双法などの 10課が行われ、警察官として求められる知識や技能が教授される。警察学校を卒業した警察官は、各警察署に配属され、現場実習として4ヶ月経験を積み、初任補修課生として、再び入校し、研修を受ける。夏と冬の年に回開催しているオープンキャンパスでは、指紋採取体験や現役警察官との座談会などを行っている。 オープンキャンパス形式での就職説明会は2007年より段階の世代の一斉退職への対応として始まったものである。警察官 AB は入校期間が異なり、また警察官 A は4月採用と10月採用がある。ため、各行事の行われる時期はそれぞれ異なる。国道165号沿いに校門があり、三重県道114号上浜高、茶屋被災線との交点に、 警察学校西交差点がある。三重交通路線バス、警察学校前バス停より、徒歩約2分、同警察学校バス停より、徒歩約4分、JR 規制本線高茶屋駅より、徒歩約11分である。ありがとうございます。